皆さんこんにちは。恵美子芝村のふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。はい、皆さん今回はですね、6月の運勢を見ていきたいと思いますよ。6月6日はですね、なんと双子座新月なんですね。ですからね、6月6日にね、このお願い事を宇宙にね、オーダーするとすごく願いが叶いやすいっていうことがあるんですね。どんなお願い事かと言いますとね、大雑把に言って2つあるんですね。1つ目は動きなんです。動きに関するお願い事なんですね。これはどういうことかと言いますとね、例えばですね、今自分に合ったこんな車が手に入ったらいいなっていうようなお願い事だったりね、それから今年はいろんなところに旅行に行けたらいいなとか、そしてですね、乗り物酔いとか電車や飛行機に乗ってる時の悩みってありますよね。それも乗ってる時にそれを解決するようなお願いをするとか、そういうことをすると解決していくんですね。あるいは心の動きに関する願い事だったりね、例えばね、まだ来ていない未来に対して不安を抱いたりとかさ、こうなるんじゃないかな、ああなるんじゃないかなって心配をする、そういうことはいけないんですね。それとまだ来ていないね、未来に関して心配や恐れを抱いたりしないようにね、することとかね、したらいいんですね。私なんかはね、反対にね、電車とか飛行機に乗るときにお願い事過ごしてたんですよ。一番最初ね、ひとりさんから大阪府を任されていたときに、なんとえみちゃんが新幹線に乗って行こうとしたそのときに、3時間だったのぞみが2時間半に時間短縮だったんですね。ついてるなと思いながら、スピード感あるって大事だなと思いながら、せっかくね、大阪をもらったから、どんどん次の券ももらいたいなって思ってたら、そっから国取り合戦がスタートしてですね、岡山とかね、兵庫とかいろんなとこどんどんもらってったっていうね、ちょっと大げさなんですけどね、そんなこともありました。私常にね、新幹線とか乗って、飛行機とか乗ってる時にそういうことをお願いしてたんですよ。スピードのある、ね、ものに乗ってるとね、波動がいいよって、そういう時に前向きなお願い事するとね、願い事叶うよって私ひとりさんに昔言われたことあったんで、どんどんやってましたね。それも一つね、叶っていきましたから、皆さんもぜひやってみてください。2つ目なんですけれども、人間関係に関するお願い事なんですね。例えばね、同じ職場の何々さんとね、仲良く話できるようになりたいなとかね、それから家族にも気楽にね、自分の気持ちを伝えるようになりたいなとか、それからご近所さんとね、うまく付き合うようになりたいなとかね、それからもっと気楽にいろんな人と会話ができるようになりたいな、こういうこともね、いいですよね。それで私が言ったね、お願い事はあくまでも一例なんですね。それをですね、皆さん動きや人間関係に関して、今皆さんが叶えたいと思っていることをですね、いいですか、6月6日から8日の間に紙に書き出すんです。ここ大事なんです。紙に気楽に書き出してみてください。動きや人間関係のことについてですね、どうしたらいいかを自分の魂の声に耳を傾けるようにするんですね。つまり自分の直感を尊重するようにするんですね。こんなくだらないことをお願いしていいのかななんてね、思っちゃダメですよ。もう気楽に皆さんが遠慮なしにお願いするんですね。そして書き出す時はここポイントですね。自分の魂が喜んでるようなイメージをしながら書き出すとですね、さらに願い事が叶いやすくなりますので、トライしてみてくださいね。そこでね、紙に書き出したね、お願い事をね、毎日唱えなくていいですよ。思い出した時でも見てね、唱えてみるとか、新幹線とか電車とか乗り物に乗ってる時に思い出しながらとか、ちょっと見ながらとか見てみるのもいいですね。ただしお願い事を書き出した紙は
捨てることだけしないようにしてくださいね。そして持ってるだけでいいですから持っててください。これ後でちゃんと使いますからね。ただ何かうまくいかない時ってあるじゃないですか。その時にその紙をちょっと見てみるんですよ。そうするとあれちょっとずれてるなとか、最初思ってた時とちょっと違ってるなって、そういうちょっとした気づきが得られる場合があるんですね。これすごい大事なんですよ。だからそのために書き出したそのワクワクして楽しいイメージのものを取っとくんです。そしてちょっと落ち込んだりいろんな時にもう一回見てみるんです。そうすると何かの違いが自分で発見できたり気づけるからすごいでしょ。そうするともう一回ね、自分のね思ってたことにねちゃんと向かっていけるんですね。これすごい大事なんですね。続きまして今回は開運アクションっていうのをやっていただきますね。それから開運ラッキーカラーをお伝えしますね。今月の開運アクションは1日100人の人の幸せを祈るということなんですよ。目の前にいる人の魂に向かって今から言う言葉を心の中で唱えてください。まあ、ただしね、目の前にいる人ばかりじゃなくてイメージしながらでもいいですよ。それでは発表します。その言葉はこの人に全ての良きことが流れのごとく起きましたなんですね。これをですね10日間実践した人はですね、醸し出す雰囲気とかムードが変わってきますね。オーラも変わってきますからね。昔ですねこの言葉をねやってたらすごいことが起きたんですね。まあ私も常に実践してたんですけど、うちのねスタッフで電話を取る人たち、受付の人たちがいるんですけど、なんかテンションどんどん低いなこの人と思ってて、こっちから見てたらなんかおかしいなと思ってると苦情がいっぱいいっちゃうんですね。すごいですよね、あのエネルギーとか波動っていうのはね。もうへこんでる人とかどんどんへこんでるのいっちゃう、引き寄せですね。それである時私がちょっとその人呼んで、あちょっと外行ってね、うちちょうど繁華街にあの事務所構えてたので人通りがあったので、ちょっとそこで立ってこの人に全ての良いことが流れのごとが起きましたを言ってみて、言って気持ちが軽くなったら上がってきてって言ったんですよ。そしたらですよ、やって帰ってきた人がもうニコニコ顔で帰ってくるんですよ。社長すごい元気になりました。やっぱり人の幸せを願うっていうエネルギーは愛をね相手に与えるから自分にも返ってくるんですね。それでもオーラ大きくなって帰ってきて、あよかったねって言ってて、もうそれからですね私はテンション低い人に向かって常にそれやってました。外に行って言っといて、でそんなことやってましたね。まあ私もね現実にねこの業やってていいこといっぱいありましたよ。札幌にね1ヶ月間だけ仕事に行かなきゃなんない、事務所構えなきゃなんないっていう時あったんですよ。その時この業一生懸命やってたらですね、なんと1ヶ月間ってなかなか不動産屋さん貸してくれないんですけど、知り合いの知り合いの方が2ヶ月間留守するから1ヶ月間なら貸すよって言ってくれた人が出てきてですね、それでその人のところに行かなきゃいけなかったのが、その人が札幌から帯広に来る用事があって、あえて、ね、契約に行かなくても帯広で契約できちゃったというね、非常に簡潔にまとまって1ヶ月間ねそこの事務所を借りられたんですね。そこで売り上げなんとですね15日間で2,500円稼いだんですよ。すごいでしょ。こんなね奇跡的なことも起きました。私面白かったんです。この人に全ての良いことが雪崩のごとく起きますって、電車の中でも外に走ってるバスに向かっても、このバスに乗ってる全ての人たちに全ての良いことが雪崩のごとく起きましたのでね、ジョークでやっちゃったんですけど、まあ、そんな遊び半分でちょっとやったんですけど、それがまたね楽しくやれちゃったことが良かったのかな。そんな遊び心も加えながらやってみたんですけど、めちゃくちゃ良かったですよ。ぜひ皆さんこれやってみて、今落ち込んでる人すぐやってみて、もうすぐやったら成果上がるからね。ということで、今回から開運アクションが加わったんですけどね、ちょっとやってみてくださいね。それでねこれやってたら自分は変わるんですけど、まず周りから見る目が変わってきちゃうんですね。これ不思議ですよね。だから人が見る目が変わると同時にね、人生の展開も違ってきちゃうんですね。本当にね人生変わります。これぜひぜひ取り入れてください。
私これ一生やるつもりでいるんですね。はい、今もやってますから。そしてね、その気持ちやってると楽しいワクワクした気持ちになってくるので、そういった気持ちで毎日過ごすといいですね。まずそういうところから豊かな心をゲットしてるといいですね。今月のラッキーカラーは白です。白は浄化パワーがある色と言われてるんですね。ですからね、皆さんどこか出かけるときには白いハンカチとか、エミちゃん今日もつけてるんですけど、パールとかね、だからちょっとしたアクセサリーでパールを使ったものとか、白いものを使う、スカーフでもいいんですけどね、まあ、そんなのをちょっと取り入れてみてくださいね。自分が楽しむ範囲でやってみてください。そしてですね、6月の健康アドバイスなんですけれども、旧暦の6月は水月といってですね、昔は酷暑といって暑い日が続いてですね、水も枯れてしまうぐらいだったんですね。今の6月は反対に雨が多くて湿気が多い日が続くんですね。そこで6月は元気に過ごすためには胃腸の調子を良くするように心がけることが大切なんですね。過度な湿気や熱にさらされるとね、胃腸の消化吸収機能が低下するんですね。食欲不振とかですね、吐き気とか、それから腹部膨満感、まあ膨満感というか、もうなんか腫れてる感じみたいなのが起きちゃうんですね。そういう症状が出ると良くないので気をつけてください。胃腸が元気になるとね、消化吸収も良くなりますから、食べたものとかね、よく噛んで食べてね、いただいて、そしてそれは血液になりますから、それが循環する、体全体を気の流れが良くなりますから元気になりますよね。そういうことでね、胃腸に負担をかけないように、消化の良いものをよく噛んで食べるようにすることとかですね、あと腹八分を意識してみてくださいね。ちょっとね、食べ過ぎるとね、良くないんでね、お願いしますよ。さらにね、冷たいものとか生もの、脂っこいものは気をつけてください。胃腸を元気にする作用のある食べ物のキャベツやオクラ、そしてね、梅干しとかね、さつまいも、人参とかね、イワシ、そういうのを取っていただくといいですね。特にキャベツなんかね、本当にね、胃腸にいいんですね。私の知り合いでキャベツ大好きっていう人がいてですね、何もつけないで食べるって人いるんですけど、ほっこりした話なんですけどね、キャベツそのまま食べると甘いよって言われて、その顔見て幸せそうな顔してたんですよ。この人豊かな人だなって思ってね、なんかね、ちょっとこんなこと思い出しました。ひとりさん、小さな幸せを数えれる人は本当に幸せな人なんだっていうことなんですよ。何言いたいかっていうとさ、食べ物のね、そういう自然の甘みとかさ、分かったりねするってすごいですよね。だから私もちょっとね、生で野菜ちょっと食べてみようかなってちょっと思いました。皆さんはね、好きなように食べていただいていいんですけど、ちょっとしたねお話があったんでお伝えさせていただきました。ということでね、6月の運勢をいろんな形の方面から見てお話しさせていただきました。皆さん、できる範囲でいいですからね、やってみてください。実践してみてくださいね。皆さん、6月を楽しく乗り切ってください。よろしくお願いします。この動画良かったと思ったら、いいねと拡散、チャンネル登録もよろしくお願いします。それからコメントもお待ちしております。今日もね、素敵なコメントを来てるので読まさせていただきますね。恵美子社長、ありがとうございます。実は貯金100円から始めて、最初は100円なお金持ちになったから始まり、今は先月2000円貯まりました。わー、すごい。また銀行には1万円の貯金ができています。昨年の10月ぐらいから始めたのですが、本当に奇跡です。恵美子社長、ありがとうございます。皆さんも行動してみてください。すごい少ないですか。もうね、世界ランキングかなり上がったね、この方ね。だって銀行に1万貯金あってね、すごいじゃないですか。ということで、皆さんからのね、コメントもお待ちしてますよ。よろしくね。そしておめでとう。それでは登録者の皆さんにいいエネルギーを今から送りますね。